はい、どうも、両平家です。新メガミ転生4の実況プレイです。この辺りの敵、強敵なんで、悪魔、作っておきましたね。ヨーマディース。これをね、スキルが、こんな感じですね。アグラオーブ、フーラ、ジャンマ、ハマ、メテリカムとガン耐性と。で、デフォルトでガンが弱点っぽいんで、ガン耐性で弱点消せたのいいかなと思って、こんな感じしました。そして、あとはね、魔王オーカス。これはなんていうか、あんまり期待してないんだけど、HP 高めなんでね、まあいいかなと。魔王だしね。まあ物理関係で戦えればいいかなと思って、まあ、入れておきましたけど、MP が70しかないんでね、まあどうしようもない感じでありますけど、まあ一応属性攻撃ができますね。あとはね、これ、魔人トートを作りましたね。スキルはメギドがあるので作ってみましたね。メギドどうなるかなと思って、消費今回25みたいですね。で、全体の攻撃できると、まあ一応メインに入れてみようかなと思ってますね。まあそんな感じです。あとはまあ、キバオリとかラッカージャとかデトラジャとかで、あと支援できるような感じの悪魔。まあこれはボス戦で使おうかなと思ってますんで、まあそんな感じかなと。あとは雪上楼とかいますけど、まあこれはまあ材料ですかね。幼児マンデリックにいろいろスキルがあるかな。芝生があるんでね、これ稼ぎもいいんじゃないかなと思って作りましたね。まあそんな感じです。ではやりますか。セーブを倒すってことになってますよね。とりあえずどうするかな。この辺かなり複雑なんですけど、これどうやるんだっけ。これ即死しかねないんで、敵にターン明け渡すと即死させられるんでね、相手に対応しましょう。マーブフソンやってみるか。で、MP 使いたくないな、こいつはな。ちょっと次回すぞ、誰か。回して。あともう一個アイテムを使えば、なんとかなると思うんで。また、マーブスタイルなんとかなったから、また。なんか即死させてくるんでね、あいつ半端じゃないですね。アシュラパイとガイア教団は対立してるのか。アシュラパイがローでガイア教団カオスってことなんですかね。そこ入れるね。アシュラっていうからにはさ、結界反応。いいえ、ちょっとセーブ取る。やつらローなのかもしれないな。結界反応。とりあえずここが行くべき。あ、ボスじゃない。でもこの先にいるんだね。じゃあ後面セーブしていきましょう。道を開けたまえ。陸上士と戦利か。MP 節約でいこう。まあそのためにオーカス入れてるんで、といってもディースと同じぐらいだから大したことないですよね。こっちなんだっけ、弱点は。あ、火炎か。まあ物理でも。おい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 、グフブロックだ。あー、余計なことしてくれたな。マジでおかげで死にかけてるじゃねえかよ。あ、通るか。まあいいや、アイテムで回復しましょう。バローズ。そうすると正面扉があるな。うん、あ、誰かいるぞ。あ、そうか、同業者か。なんとも逆にハントされちまったんだね。人食いの街池袋へようこそ。セオボにはどうやったってかなわんさ。お互いハンターの末路ってわけだ。そんなに強いのか。まあでも多少鍛えたけど、まあ何回か挑戦すればいけるのではないか。外へ出るんだ。敵がいるな。まあ何もないか。そこは本命か。一応退路確認する。ああ、またこれか。これは
アイテムで対応しましょう。マハフフストーンで弱点わからないんだよね。ないのかもしれないですけど、まあいいや、誰かに魔法使ってもらうか。ここ次回した方がいいな。うずめにアギラワでも使ってもらうか。よしよし、そこ、じゃあこれまたセーブ。あ、また人がいるな。このはずじゃなかったんだ。アシュラカイを出してくれるって言うから西洋部に協力したってのによ。俺ら人間のことを好きに食うのにアシュラカイが邪魔なだけだったなんて。招きの奴らだね。アシュラカイだって悪いんだ。自分たちの重要性を宣言しないから。招きの奴らめ。ん？あ、カバと悪魔たちが対峙している。ん？お前ら、来てしまったのか？来ちゃいました。ちょうどいい。一体頼まれてもらうぞ。よし、やりますか。加賀は片方の悪魔に向かっていった。選球会か。物理としてきついかな。さあ、どの程度の悪魔なのかわからないですよね。まあ、弱点がまだわからないと。まあ、とりあえず落下弱点ながら、様子見るか。あとは、これどうする？次回すか。マイカつきましょう。あとはバインドクロスとマジャンバマイカジャンクかけていこう。ディンスはあーでもあんまりなんかいろいろかけられないか。じゃあブフ、弱点があれば。弱点はハゲでもブフでもない。もう一回落下させるか。いかにもかければ結構いいからかなって気がするんで。これでどうだ。やっぱり物理としてくる感じか。キースが危ない。じゃあ字を書いてみる。なるほど。とりあえずオーカス変えちゃっていいか。やはりここはトートにしよう。ジャンか。いや、弱点なしか。希望で一回ね。じゃあ適当に攻撃するのがいいのかな。へっ、悪いな。とりあえずこのまま押していくぞ。大丈夫だったね。ハンゴンコ1個ゲット。そっちも終わったか。終わった終わった。お前一人で倒したのかよ。どうやって倒したんだあれ。これくらいの力量のものならガイア教団には吐いて捨てるほどいる。あ、そうなんだ。時にお前ら名前は。お近づきに。メリンたちは加賀に名前伝えた。メリンと申します。そうか、覚えておいてやる。やった。じゃあな、あの世以外でまた会おう。そうだね。なんか話に変わってきそうだね。で、西洋坊とやらこの奥にいるわけか。チャクラドロップでちょっと回復しようか。あとはアイテムで。回復しておきましょう。さあ、では見てみるか。ここがボスだな。いたいた。なんじゃ、先ほど食事は済ませたばかりというに。ん？風壊れちゃった。この町の民は意志が弱いせいか、薄味で食いもたえがないからの。うむらまとめてこの西洋母が食ろうてくれるわ。カガー、カガ食われた。人間どもよ、あのようだけ無駄じゃ。おめてはわらわに傷を楽につけられぬ。そんな強いのか。
前回のボスが弱点アギ、その前が地上だから、おそらくブーフーかザンが弱点ではないかと思いますという予想を立てていく。強敵らしいからね。とりあえず落下じゃくるとこうで、ここは日替わりでも入れるか。とりあえず敵は戦術、あ、物理効かないぞ。なるほど、まあ物理押す気ないんでね、とりあえずブフかザンどちらかかけられるという状況ですね。どっちかかけてみる。ブフ、いや、ダメージ1だ。ザン通るのかな、試してみるか。はい、あ、でも弱点だね。どうなってやがる。まるで攻撃が通らねえぞ。弱点は分かったが、ダメージが通らない。池袋の街に施した封印と同様の妖術を身にまとっているのかもしれない。ユータであろう、抗うだけ無駄じゃ。おとなしくわらわに食われるが。なんか足りないのかな。そこまでだ西王母。ん、お、来た、ガイアーズ来た。この首我らが頂戴する。襲いかかった。頑張れ。愚かよ、ノーズの表どもだ。うむら皆振ろうてくれるわ。次々食べてしまった。食べすぎ。他にわらわに食らってほしいものはおるかい。図に乗るなよ西王母。ん、あら、生きてた。かか、食われてじゃなかったのか。今まで隠れていたか。我々は悪魔などに屈しはせぬ。己の命尽きるまで強く全力であがき続ける。それこそが我らガイア教徒の生き様だ。しかしダメージが通らないんだぞ。いいことじゃ。食材は鮮度が一番ぞ。おぐれ、これでどうじゃ。ダメじゃないか。弱気が死ぬは必要。私が弱いならば食われて本望。何言ってる少年。ん、お前は生きたいか。何言ってんだ。ならばあがけ。己の本能に身も心も委ね、力の限りあがき切ってみせろ。私もあがいてみせよう。たとえ地獄の底に落ちようとも。工場はしまいじゃ。そのあがきごとわらわが食ろうてやろう。本当に食べちゃった。これは命じゃ。活力がみなぎってくるぞい。腹の中から熱く。食当たりか。いや違う、おそらく食べ過ぎ。腹の中からまさか。熱い、本当に熱い。腹の中で奴が暴れておる。肉食いすぎたんだな。ちゃんと火通さないか。あいつら食われちまったのにまだあがくってのかよ。すげえ、こんな奴ら初めて見た。理屈がわからないけど、でもなんか大丈夫そうじゃね。あ、よしよしよし、いいぞ。おい、見ろよ、チャンスじゃないのか。今だったら西王母の奴に攻撃が通るかもしれない。弱点分かったからな。よし、とりあえず戦闘継続中なんで、これはもう押せるかもしれないか。押すか。弱点分かったからね。そしたらさらにザン、あ、ザン使える人多いじゃん。よく見たら結構属性偏ってるよな。ここはどうするか。鉄塔の味とか必要なさそうだよ。なんだか物理で押してきそうだもんな。ここはどうするかな。ほんと気が折りでも入れときますか。じゃあここでさらにザンで、これダメージかけてくださいな。
力のかけて残念。このターンで決められない、もしかして。どう？さらに。じゃあ、落下戦しようか。結構似合ってるんで。ん？これなんだ？全能力アップだ。ノーアトップです。とりあえず似合えるのこれなんとかなった感じか。よし、じゃあジャンで増やしながら回復も取っていくぞ。リーズ違う、ジャン入れてトウとどうするかだな。あ、メギア使えるか。ここで回復していこう。そして水色のジャン、さらにここでどうする。トヨトででも回復できるか。じゃあ年代でいけそうだな。よし、似合ってるのは重要だな。影響を入れておく。まだ戦えるな。見えた。よし、今回ユナタンっていうのがいい感じだね。これなんだ、物理攻撃か、吸収攻撃だな。この程度の攻撃であれば大丈夫だ。まだいける、まだやれるぞ。さらに押していく。回復取りましょう。ここでガーセ機能してる。あっと、これは良くない、これは良くないですね。まあいいか。そしたらここで攻撃するか。ここはよし、いいぞ。これは倒すためじゃないな。マジオダインだ。これはきつい。雨の地面が落とされましたね。そうするとまだザンかけていきましょう。増やしながらザン打てる人は打った方がいいな。レッドオートで回復する。ここでメディア、召喚した方がいいんだろうけどな。でもやっぱりここはザンにとって2割発生するかもしれないからね。あ、ちょっと待って、これはきつい。いや、いけたか。よし、きつくなってくれましたね。なんということじゃ、不動だ。あだになるとは。何事もほどほどが一番だね。恐ろしや、命のあだきよ。でも聖王母と外野教徒が争ってるっていうのは微妙な変な構図だよね。カオスっぽい悪魔だなと思ってたんだけど、最後危なかったけどなんとかなりました。そうするとこの辺自由に動き回れるようになるってことなのかな。クエスト達成、お疲れ様。はい、倒しましたね。カカさん本当に食べられちゃうとは。とりあえずレベル上がったの助かるな。はい、まあいつも通りな感じで、まあ、魔力は90超えてるね。しっかりガイア教団とあの加賀という女性に救われたな。あいつの言ったあがくだっけか。東京の人間も捨てたもんじゃねえな。人間、そうよね、同じ人間なのよね。はい、じゃあどうする。とりあえずどうする。どうすればいいんだろうね。とりあえずさ、外出て探索してみるか。あ、そうだ、本屋探すんだったよな。よし、じゃあ池袋東口駅前、この辺りの探索やろうか。
扉。悪魔の結界反応ある。よし、見つけた。中に入る。まだボスじゃないってことか。集落と行きました。よし、じゃあ慎重に行こう。んディエスレベルアップした。これスキル覚えてくれるかな。あ、覚えないか。まあいいか、もう少し鍛えるか。なんかあるぞ。あ、いっぱいいる。あー、見たことある展開。リリムがいっぱいいる。あの悪魔たちは懐かしい顔ぶれじゃないか。ヤマトはサーチにみなぎっている。吉祥寺の森で受けた恥ずかしめはきっちり清算させてもらう。ねえ、今度は大丈夫なの？大丈夫なのかな。わからない。大丈夫だと思う。思う。おお、弱点あるのかな。本当かしら。戦いますか。ちょっと待って、選択肢だと一旦退却するってあるな。前に戦う。さっきセーブしたからしてあげる。だってしてほしい気持ちも。とりあえずどうするんだ。とりあえずさ、これはなんていうか魔法をかけた方がいいかな。全体どうするか。前回のボスがザン、その前がなんだっけ、アギ、その前がジオ、ブフ、マハブフストーンを試してみるか。さあ、よし、いい感じだね。勘が冴えております。このまま一気に沈めてやる。ここはメギド、初メギド。大したことない。よし、読みが当たったじゃないか。で、まだ大ボスがいそうだからな。そう何度もメロメロになると思うなよ。あの女の子悪魔がいるってことは、もしかしてあいつが。いそうだね。そうね、黒き侍がいるかもしれない。なんかやばいかな。セーブ取るか。よし、もう先でしょうか。あ、入るってある。これか。はい。いいけども結界ばかりね。本があると言うから期待していたのだけれど。本ないね。そういえば本一冊もないね。はあ、何を期待するんだよ。それはあれですよ、ベルサイユなんとかじゃないですかね。キャンディキャンディもいいよ。いや、その続きが読めるんじゃないかと。何言ってんのか全然わからん。いた、いた。うお、ついに見つけたぞ、黒き侍。やっぱりまた会うとはね。ようこそ東京へ。東の帝国のお侍さん、そこのお嬢ちゃん、漫画の続きが読めなくて残念ね。かわいいザボ。あの後オスカルはね、幼馴染の青年とアリをついに結ぶ。ネタバレやめなさい、ネタバレやめなさい。あーあー、聞こえません。あー、イザボかわいすぎるんですけど。イザボかわいいな。どう東京、割と早く馴染めたんじゃない。だって東京は鏡に映る東の帝国だもん。そうなんだ、どういうこと。なんという侮辱、戯言にも程がある。相変わらず察しが悪いわね。そこのあなたはどう。ん、僕、あなたこの東京に住むと言われたら住んでもいいと思えるかしら。ん、なんか出ましたよ。思える思えない。ロー、カオス、ニュートラルか。いや違う、逆か。カオス、ロー、ニュートラルか。今のあなたはそう思うのね。おしゃべりはそこまでにしていただける。今日こそは神妙にお縄を頂戴なさい。い
きにしてちょうだい。なんだと？あなたたちはもっと世界のことを知る必要がある。私がたっぷり教えてあげる。あ、なんかいいこと教えてくれるんですかね。どうしますか？捕まえないってあるよ。いや、捕まえに決まってるでしょ。長くかかったけどついにやったね。クエスト達成お疲れ様。あー、捕まえましたね。これ捕まえないって選択肢もあるんかな。あれ戦闘になると思いましたけどならなかった。うん、ニュートラルショットは夢があり。え、どうなんだろうね。まあいいんじゃね。やっちゃえば。やった。ああ。あ、マハブフーラ来たな。で、消費でっかいね。20か。さすがに使えないな。うん。どうする？マハマドでもどうか。まあ後で消すけどね、これきっと。メギト入れたいんで。お。もしかして俺ら黒き侍を捕まえたのか。捕まえたね。いざ捕まえてみればなんともあっけないものね。そうだね。あれ、こいつ大ボスじゃないの？ボスじゃないのか。あ、連行しました。顔見てみたかったね。はい、黒き侍が捕らえられたという知らせは瞬く間に東のメカド国中に広まった。国中は皆メリンたちの凱旋を大いに祝福した。メリンたちの功績はアハツヤミカド王の耳にも入り、したかみそう。君三党ミカド勲章の授与式が盛大に催された。そして皆なかなか様になっていましたよ。あ、うんこくん喜んでるね。よかった。私がわざわざアハツヤミカド王に進言したその甲斐があったというものです。うん。僕らのためにお気遣いを恐れ入ります、ウーゴ殿。何が私がだ。お前は何もしてねえだろ。ああ、そういう気持ちわかる。気持ちわかる。黒き侍を捕らえた今、この国の民が悪魔に落ちる事態はもうないはずです。本を読むとどうして悪魔になるんだろうね。そこ解決してなくない？これであなたたち侍も魔法の遺物の回収に専念できましょう。まだやるんかい。黒き侍の剣が片付いたのにまだ東京に行けと。東京で悪い癖を身につけたようですね。こんな無礼者が君三党を授与されたのもあなたの指導の賜物ですな、ホープ君。この者に代わり非礼をお詫び申し上げる。お頭。気にするな、ワルタ。貴様と気持ちは同じだよ。さて、私も忙しい。あなたたちとはここまでにしておこう。まもなく式典の時間です。ギャビー君が手はずを整えているはず。式典と申しますと。ああ、伝達が行き届きませんでしたかね。黒き侍の公開処刑ですよ。あ、そうなんだ。処刑。オベリスク広場で盛大に執り行います。ではホープ君、友を頼みますよ。まあ仕方ないのかも。承知した。知れんね、それは。でも気持ちがいいもんじゃない。なんだよ、全部自分の手柄みてえなあの態度。腹立ったから証言してくる。じゃあまた後でな。腹立たなくても証言するでしょう。腹立たなかったらうんこしたのかもしれないな、もしかしたら。何言ってんだ。長旅からここまでドタバタ続きだったから、私はゆっくり汗を流してくるわ。では失礼。艶っぽいな、アイザポ。僕は武器の手入れを済ませたら式典に参列するよ。
君もオベリスク広場へ行くといい。それじゃ。はい、自由行動かなこれ。ああ別行動ということになりましたね。ずっと一緒だったから。ああこれ一区切りついた感じだね。紙取りましょう。いや、ん？話進むのか。仮眠取れないっぽいね。なるほど。セーブは取れそうなんで、ここで一旦終わりしようかなと思います。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。